私はもう申し訳ないっていう思いですよ。めぐみさんは帰ってこれないのに我々だけ帰ってきて、お疲れ様、まあ大変な人生だったなと思います。母は帰国の半年前に亡くなっていました。お母さん、言うとったやっちゃんが連れて帰ってきたぞ。お母さん、今帰りました。一緒に拉致された母は、長く経ち過ぎたために思い出したくても思い出せない。それぞれの思いを胸に北朝鮮から帰国した5人。あの日から20年以上。でも時間は止まったまま。初めて目にする街並み、そこは北朝鮮でした。いやー、あれは忘れられないですよ。まあもう本当にガーンガーンって殴られて、うわーっと。で、彼女はどうしたんだろうって強姦されたと思いましたね。蓮池薫さん、交際中だった後の妻由紀子さんと共にこの海岸で拉致されました。大学3年生の夏でした。怖いと恐怖でいっぱいですし、命はもう助からないなと思いながら、悲しい思いで見てますよね。常に監視され、自由のない生活を24年もの間強いられました。日本に帰れるという考えを捨てよう、帰れないからもう考えないと思うことの方が向こうで生きる上では力になる。2002年日朝首脳会談で北朝鮮は日本人の拉致を初めて認め、5人は帰国を果たしました。その時カメラを向けた人がいました。横田茂さん、そして早紀江さん。24年ぶりの再会を喜び合う家族、その姿に自分たちの願いを重ねていたはず。悔しさ、無念さ、もう非常に強かったと思いますよ。そういう中で我々を帰ってきてよかったと言ってくれましたし、拉致された日本人、日本政府が認めただけでも12人がまだ帰国を果たしていません。今私が帰国した時に生まれた人で20歳なんですよね。だから学校通っている子っていうのは私が帰国した後ですから拉致を知らないんですね。佐渡市に帰ってきた曽我ひとみさん。母のことは私にとって一番心配なことです。母は今どうしているのでしょうか。どなたか教えてください。1978年8月12日、買い物の帰りに拉致された三好さんとひとみさん。しかし北朝鮮は三好さんの拉致を認めず、北朝鮮に入っていないと主張しています。親子はその日から再会していません。母は91歳になっているはず。この日、拉致問題を学ぶ学生たちの前で見せてくれた腕時計。拉致される前、准看護師として働き始めた頃、母に買ってもらいました。この時計は母であり、私が何かにくじけそうになると光ったり励ましてくれる宝物でもあるのです。北朝鮮で24年、日本に帰国してから20年。生まれてもなかった、ね、人たちにこの拉致問題のことをこうお話ししてもおとぎ話かなって、多分嘘でしょって、そんなことありえないよって思うかもしれないけど、拉致問題は本当にあった話であり、
まだ解決をしてない。こんな長い時間が過ぎてしまったのに。時計は止まったまま。